全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤキンです。今回は案件動画です。ポカイさんというブランドからお話をいただきまして、キャンプギアを送っていただきました。で、これを動画でいいところも悪いところも紹介してくださいということだったので、せっかくなんでね、今日開封して一緒に見ていきたいと思います。で、辛口でいいということでしたので、もうユーザー目線で本当に正直に評価していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。まずですね、こういう箱に入って来てます。で、かわいい。なんかね、この箱もね、箱もこだわってらっしゃるんですね。すごいかわいい絵で。で、これ、この上がね、こう山になってるんですよ。山で木で、なんかトナカイみたいな、アウトドアっぽいパッケージで、ここに川なんかも流れてたりとかして、すごくかわいい箱です。で、トカイズアウトドアーズって書いてます。で、商品名がソーラーパネル付きキャンプライト。今回はね、LED ランタンですね。こちらを送っていただきました。ちょっと開封していきます。入ってるのは本体と、あと充電のコード、これタイプ C コードですね。あと説明書で、今回こういうのも入ってます。これ標準装備でこれついてるんですね。すごいですね。これもはちょっとね、後でまた見せます。で、まずパッと見のフォルム、定番の形してます。よくある四角いLED ランタンという感じなんですけども、ここのちょっと調光のつまみのところ、ここ可愛いですね。ここはちょっと特徴的ですね。デザイン的にもね、この丸いつまみがおしゃれで可愛いです。で、こうやって、こう持てば、つまみも回しやすくて、これ理にかなった、機能的にもいいつまみですね。もう片手で全部できちゃうっていうね。これいいですね。お値段がですね、ホームページによると、メーカー希望小売価格が税込みで4280円なんですけど、トカイズさんのオンラインストアで見ると、税込み3280円になってますね。これ随分安いですね。ただこういうタイプの LED ランタン、これぐらいのお値段のものも中にはあったりするので、同じ価格帯よりいいものだったりとか、まあ、ちょっと高いものと同じぐらいの能力のものがあれば、まあいいものだな、という感じですね。で、まずはランタンなので、まあ一番気になるのは、やっぱり明るさですよね。で、こういうランタンの明るさってのは、好みもありますから、ただ明るければいいというわけではないですし、で、明るい方が好みっていう人もいれば、明るすぎると雰囲気がなくなるから嫌だっていう人もいるので、まあ用途によりますよね。とにかく明るくしたいっていう人もいれば、雰囲気も大切にしたいっていう人もいるので、どれぐらいの明るさがいいかっていうのを人それぞれではあるんですけども、こちらのランタンは15から250ルーメン。はい、ここからだんだんとこう回すと明るくなっていくと、この一番最大が250ルーメン。正直まあ僕は個人的にはこういうタイプの LED ランタン使うんだったらもうちょい明るさ欲しいなって正直思います。ただこちら調光モードっていうのが別途ありまして、この取扱説明書によりますと、この CT と書いたボタンを長押しするとライトが強光モードで点灯しますと。で、これが750ルーメン。これめちゃくちゃ明るいですね。750ルーメンだったらもう十分だと思います。やっぱり明るいランタンが欲しいタイプの人、僕とかはそうなんですけど、明るい LED ランタンが欲しいっていうタイプの人は、やっぱり750以上ですね。750から1000とか1500ぐらいの明るさがあった方がいいかなと思います。とはいえね、まあめちゃくちゃ明るい光って必要なシーンって、まあ本当に短い時間だったりするんですよね。例えばもう暗くなってちょっとお片付けするときとか、何か探し物するときとか。なので普段は普通のね、15から250ぐらいの明るさで十分じゃないかなと思います。焚き火なんかもありますのでね。で、あとは色も変えられるみたいなんですよ。まず普通の白い光が 6500K の中白色。で、3000K の電球色。ちょっとオレンジっぽい色ですね。で、一応それの中間の色っていうのもあって、で、これちょっと画面だと見えづらいんですけど、まあ、白とオレンジ両方がついてる状態ですね。これが 4500K。で、ケルビンっていうのは色の温かみを表す単位なんですけど、ケルビンが高いと白っぽい色で、ケルビンが低いと温かい色、オレンジ色っぽい色になります。で、暖色系の色とかだったら雰囲気も出ていいですよね。だから、割と、サイトを明るくしたいって人も、750ルーメンで、強光モードの中白色の色にして、明るくもできますし、こういう電球色にして、ちょっと雰囲気出すってこともできるので、割と、いろんなシーンで使えるんじゃないかな、というのは思います。で、ちょっと動画の後半でね、実際に、外で使う様子も見せたいなと思うんですけれども、まあ、ランタンとしては、今のところ良さそうですね。そして、防塵防水。ちゃんとついてます。で、IP44 ですね。で、この IP というのは国際的な防塵防水の規格なんですけども、で、IP の後の左の数字が
防塵のレベルで、右の数字が防水のレベルです。なので IP44 ってことは防塵もレベルが4、防水もレベルが4ってことになりますね。なので防塵も防水もついてると。で IP44 っていうのはどういうレベルかというとですね、まず防塵の4は直径1ミリのワイヤーや固形物体が内部に侵入しないレベルの防塵で、防水の4はいろんな方向から水の飛沫が飛んできても有害な影響を受けないというレベル。だからそのバシャンと水をもうバケツぶっかけるとかするのはもちろんダメなんですけど、ちょっとねピチャピチャっと水がかかるぐらいだったら大丈夫というレベルですね。こういったレベルの防塵防水がついてます。で、まあ、充電はタイプ C コードがついてるので、それでここのね上のところに挿して充電することができます。でコンセントのところはねついてないんですけど、これはねどこの家でももう余るほどあると思うんで、これで挿して充電できます。で最大点灯時間は20時間です。マックス充電してローモードで20時間持つっていうことですね。なのでまあローモードで使うんだったら大体2泊ぐらいはできるかなという感じです。で強光モードをたまに使ったとしても一泊は大丈夫でしょうっていうところですね。ただこの連続点灯時間、今は結構長いものもいっぱい発売されてるので、20時間は正直めちゃくちゃ長いなっていうわけではないなと思います。ただこの LED ランタンすごいところはソーラーパネルがついてるところなんですよ。そう、太陽光で充電ができるんですね。なので昼間に充電しておけばもっと連続点灯時間は伸びそうですね。しかもですねこれ実はモバイルバッテリー代わりになるんですよ。ここにですねこう挿して充電ができるんですね、はい、スマートフォンなんかをこれで充電することもできます。例えばですねこうね挿してこういう iPad にこう充電することもできます。でソーラーで充電もしてスマートフォンにも充電できるというのはすごく嬉しいですね。で大きさは8センチ×8センチで、この厚さが3センチです。で、ホームページにも紹介されてますけども、野球のボールぐらいの大きさですね。こんな感じでね、はい、フォークボール投げるように持つこともできます。で、重さは 233g。で、玉ねぎ1個分ぐらいの重さです。で、カラーがこのブラック以外にベージュもあります。2色展開してます。で、これなんですけど、こうね、この後ろの、まあ、よくある、置いて使う方法。で、置いて使うときも、こう立てかけてね、使うこともできますし、このままこうね、平置きで置くこともできます。で、あとは吊り下げて、テントの中のポールで、フックがあったりするようなテントもあったりするので、そういったところに引っ掛けたり、ランタンポールとか、そういったものに引っ掛けて使うこともできます。で、上から照らすと、その分、サイトも明るくなりますので、そういった使い方もできます。で、先ほどのまあ付属品があって、ここにね、ネジ穴があるんですけど、ここにこうやってね、刺して、で、ここが、こう磁石になってるんですね。なんで、ここで吊り下げることもできる。このライトを下にして、こう引っ掛けることもできるし、こうやってやると、横向きに引っ掛けることもできる。で、この服がなくても、ここだけでも、こうちっちゃいね、引っ掛けるところあるので、これで引っ掛けることもできる。いうものです。で、さらに、ここ、ネジ、三脚につけることもできます。こういう三脚にもね、使えるわけですよ。こうやってね、三脚につけたり、なんてこともできるというものですね。あと、外で使う雰囲気も見てもらいましょう。こちら。はい、というわけで、ちょっと真っ暗なところに、外にやってきました。で、ちょっとライトをつけて、見てみたいと思います。はい、こんな感じで、暗いところでやると、これぐらい明るくなります。でローモードでこれぐらいで250でもだいぶ明るいです。でプラス強光モードにするとこんな感じでナイターぐらい明るくなります。だから割と明るさ十分だと思います。でちょっとモードを変えてですねオレンジの明かりにするとこんな感じで温かみのある色になります。はい、っていう感じです。現場からは以上です。はい、というわけでですね見てもらいました。外でも使っても十分使えるものだと思います。正直明るさと防塵防水と連続点灯時間めちゃめちゃすごいわけではないと思います。ただまあ十分だと思います。それこれぐらいあれば十分かなと思います。でなんせお値段がお安いんでね、このお値段でこの明るさ連続点灯時間防塵防水あればまあ十分いいと思います。で十分使えると思います。ただ僕がこのランタンですごくいいなと思ったのはこの明るさだけじゃなく色の温かみ、この色ですね、オレンジ色の暖色系の色、電球色と白い中白色両方できるっていうところ、ここがすごくいいなと思ったのと、あとでこの調光の、まあ、ここに丸いのがあってこの回す感触もすごくいいし、この片手でね簡単に調光できるっていうのもすごくいいなと
思いました。で、いろんな使い方ができるところ、立てかけたり、平置きしたり、三脚につけたりとか、あとはここにね、ここにつけて引っ掛けたり、さらにまあここにもね、こうつけて、これのいいところは磁石なんでこうね、外したりつけたりとかが簡単にできるっていうところ、そこがすごくいいと思いましたし、で、モバイルバッテリー機能がついてて、ソーラー充電もできると。機能がめちゃくちゃいろいろあるところ、ここが僕めちゃくちゃいいと思います。で、デザインもシンプルでかっこいいと思います。これはリアルに普段使いできる代物だなって思いました。一応概要欄にですね、商品情報を載せておきます。で、ご購入もいただけますので、ぜひ気になった方は覗いてみてください。では、今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。